はい、皆さんこんにちは。今回もですね、トンネルの使える工具、面白い工具を紹介していきたいと思うんですけども、今回はですね、こちら新しく出た LED 投光器、こちらのご紹介をしたいんですけども、まずこれ何が一番気になるって、明るさが気になると思うんですよ。というわけで今ここショールーム、トンネルのショールームなんですけども、電気を落とすと真っ暗なんですね。その中で今 LED 投光器1台そこに設置してます。こんな感じの明るさなんですね。一回この電気消してみたいと思います。よいしょ、真っ暗なんですよ。まあ、こちらの投光器なんですけども、トネから2つ2種類ラインナップさせていただいてます。これ何が違うかっていうと、裏見ていただくと分かるんですよ。これ充電電池式リチウムイオンバッテリーで駆動させるか、乾電池、通常のアルカリ乾電池で駆動させるか、この2種類あるんですね。でですね、まず充電式の方からご説明していきたいと思うんですけども、何が便利かって、ここのところにインジケーターついてるんですよ。なかなかこれがないんですよね、インジケーター付きの LED 投光器で。これ電池残量、バッテリー残量がどれぐらいかなっていうのが見えるようになってます。で、充電なんですけども、USB から給電できます。なので、車の中でスマートフォンとか充電される方も多いと思うんですけども、で、こちら USB の方、車に口があればですね、USB の方で給電できるんで、車に搭載、車載したまま充電することも可能ですよ。もちろんコンセントから充電することもできます。でこれがかなり便利なんですね。防水防塵なんですけども、防水の方が IPX4 で、防塵の方が IP5X ということで、まあまあ防水、通常雨の中でまあ作業しても、まあ、そんなずぶ濡れじゃなければ、びしゃびしゃのずぶずぶじゃなければ、まあ、問題ないかなというぐらいの防水防塵性能を備えています。でバッテリー式はこっちで、こっちが電池式になってるんですね。電池式の方は裏の方に、後ろの方に蓋がついてるんですよ。で、こちらパカッと開けていただいて、電池を入れていただくと、もう単三電池6本で駆動させてます。で、こちらの方はですね、電源ケーブルもまた別途ついてますんで、コンセントに挿したまま使用することもできます。電池を使わずにコンセントから給電して使用することもできます。後ろの方にこう、アームもついてるんですね。でこれが稼働するんで、手に持ってこう使うこともできますし、斜めにしてこう置いて設置していただくことも可能になってます。でこちらの方ですね、 LED 投光器また便利にお使いいただければと思うわけですね。というわけで、今回のご紹介は LED 投光器でした。次回もまたよろしくお願いします。